この封、絹糸、やはり父様はこのお屋敷に。ええ、きっとお屋敷の方々に尋ねれば行方が知れましょう。けれど、このお屋敷は何やら。心配は無用。さあ、うつき、参りましょう。には気をつけていただかないと。大したことはありません。それより今、あちらに誰か見てきましょう。戻るまで動いてはなりませんよ。
どうして急に。姉様？死んでしもうた。そう、みな死んでしもうた。生きておるのは姫様くらい。今も生きておるかな。
いでよ。無事か？あ、大丈夫です。危ないところを。私、この裏手の神社に住む宇月と申します。昨夜だ。なぜここへ？道様を、神主をしている父を探しに、姉様と二人山を降りたのですが、はぐれてしまったのです。だがこのようなところに一人では危うい。私が守ってやれればよいのだが。そうだ、これを使うとよい。父様の父の使う符とよく似ております。そなたの父上、確か神主と言ったな。これを父より授かったものです。何かの折に役立つやもしれませぬ。 ありがたく受け取っておこう。では気をつけるのだぞ。はい。ザクヤ様も。